青、黄色、赤で来て、で、最後、差し押さえってなるから。あ、ご感じゃせ、片側方。いつもじゃそ、ありがとうございます、ここ。義務？こんなの義務じゃねえよ、こんなの。障害者電気はいらねえよ。のたれ汁んだよ。お前らから、こじきできなくなったら俺は死ぬんじゃ。それで本望じゃ、もう。あれ？特別再告状ってなってる。え、ちょっと赤髪来たけど裁判になってないんだけど。また黄色に戻ったんだけど。払えって。34万。やっぱ、これさ、もしかして電金って取れない？差し押さえで。もしかして。え、なんか裁判しますって手紙来たんだよ。だけどまた黄色に戻ったんだよね。34万。ほら。増えて、2万6000増えてるもん。だまた2ヶ月分ぐらい上乗せされたんでしょ、これ。2、3ヶ月。払ってないから。これ払わなくていいんじゃないの？確かに、年金差し押さえられるとはね、聞いたことあって、俺もね、動画とかで見て、なんか、所得が多いやつは、年金ね、差し押さえ来るとは聞いてたけど、また黄色に戻ったんだけど、裁判の通知から。いや、泳がされてこんな払わないよ。あなたの国民年金保険料に納付期限を過ぎている保険料があります。同封の国民年金保険納付書により、下記の期限までに納付してください。期限までに納付ができない場合、上記問い合わせ先までご連絡願いましたって。電話して言ってやろうか、払わないって。ねえ。ああ、こんなもん。払うわけねえだろって。どうせもらえねえしよ。こんなの払ったって、ね。全部、偉い人の給料になってね、キャバクラとかで使われるんだから。高いな、これ。3万円とかなってんだけど、これ。舐めてんの、これ。11万とか来てるよ、これ。令和元年8月分、令和2年2月分で114,800円。うん。令和2年3月分、令和3年2月分が198,350円。うん。で、令和3年3月から、令和3年4月までが33,000円だって。まあ、2ヶ月分ってことはこれ。4月分、今年の4月分まで払えてきてるね、これ。2年間ぐらい以上滞納してるやつ。だ差し押さえてよ、もう。こんなの。破っていい？これ。ふざけんなよ、マジで。俺がさ、命かけてさ、こじきしてるんだよ。花火とか、こうやってトロフィーとかで。それでさ、で、それを奪おうとするやつは俺、マジで敵だと思ってるから。国民年金機構、これ。許せないよ、ほんと。あ、でも、どうしようかな。払ってもいいんだよね。払うべきですか、これ。だって、競馬のが大事じゃん。だこんなのために、これ払ってさ、競馬1週間休むなんて俺無理だもん。まあ、確かに競馬ね、1回分ぐらいのあれですけど、我慢するの無理だ。後で泣くことになるぞ。だって、俺だって70まで、だって今70歳でしょ、もらえんの。ねえ。70歳とかさ、俺生きられると思うじゃん。逆にみんなに行くけど。ねえ。体調悪いけど、さっきより良くなった。めまいとかして。で、ずーっと寝てたから今日。8時ぐらいまで。
体調悪くて。どうしてもらえないんだよ。で、もらえても、こんなのね、月なんで1万6千円ぐらいだっけ？これ多分俺が70歳、生きたとして70歳になってもらえるってなったら、全然減ってると思うよ。月5万ももらえないと思うよ。月4万とかになってんじゃない？ 3 万5千とか。だそれぐらい年金制度っていうのは破綻してるんだって今。障害者年金だって俺障害者じゃないもん。健常者だもん俺。手帳ないし俺。年金で差し押さえ、でも、ね、来たよ俺裁判しますって。脅しだったね、払わせるための。来ましたよ俺。なんか赤髪の後にもう一枚来たんだよ。なんか裁判しますからみたいな、うん、年金このまま払えないと親から差し押さえるし、その裁判を起こしますよって来たから、それも無視したんだよ。そしたらまた黄色に戻った、うん、赤から。